イラスト、夫を食うべる惚れのおばさんとは、グリム童話集の童話の一片である。惚れおばさん、惚れおばあさんなどと訳される場合もある。とある未亡人には二人の娘がおり、一人は醜く,く、怠け者のじ娘、もう一人は美しく働き者のママ子だった。マ,マ母は美しいママ子を心よく思っていなかったため、常日頃から過酷な労働を犯して虐待をしていた。ある日、 ケイシは糸巻きを井戸で洗っていたが、うっかり井戸の中に落としてしまう。糸巻きを落としたことをマま母に告げると、自分で取ってこいと命令される。ケイシは深い井戸から糸巻きを取る方法がわからず、思い余って井戸に身を投げ、そのまま気を失う。ふと気がつくと、ケイシは、美しい草原に立っていた。歩いていくうちに、焼き釜で焦げそうになっているパン、熟し切ったリンゴを救い、 惚れおばさんの家へたどり着く。惚れおばさんの家で奉公することになったママ子は、ハフダンを振るって、寝床を直すなどの仕事を始める。しばらくは幸せに奉公していたものの、家に帰りたくなったママ子は、惚れおばさんに家が恋しくなったことを告げる。するとそれを聞いた惚れおばさんは、警視が落とした糸巻きを返し、さらに真面目に奉公した褒美として、ケイの体を黄金で包ませて、 家にキス。大金持ちになって帰ってきたママ子に嫉妬したママ母は、同じ幸せを、実娘にも授けたいと考え、実娘も惚れおばさんのところへ行かせることにする。しかし、怠け者で、心の曲がった娘は、パンもリンゴも助けず、惚れおばさんの家へ一直線に行く。さらには、惚れおばさんの家でも怠けて、寝床をきちんと直さなかったため、 その罰として死ぬまで取れないピッチを全身にかけられて家に返される。この物語の出所であるドイツヘッセン地方では雪が降ることを惚れおばさんが寝床を直しているというが、これは寝床を直す時に振るった布団から爪物の羽が飛ぶ様子が雪に似ているためである。ありがとうございます。